アクアポリン、アクアポリン、アキポーリン、アクップとは、細胞膜に存在する細胞、ポレを持った、タンパク質である。MIP、メジャーイントリンジックプロティンズファミリーに属する、膜内剤タンパク質の一種である。水分子のみを、選択的に通過させることができるため、細胞への水の取り込みに関係している。アクアポリン遺伝子の異常によって起こる疾患がいくつか、存在する。 ピーター・アグレ、ピーター・ギーヤは、アクアポリンの発見により、2003年のノーベル化学賞を受賞した。この時、ロデリック・マキノン、ロドリック・マクナンもカリウムチャネルの構造とメカニズムの研究により共同で受賞した。アクアポリンは、水分子を選択的に透過させるが、イオンや他の物質は透過させない水チャネル、ウォーターチャンネルと呼ばれている。アクアポリンは、 普通四つの同一サブユニットで構成されており、それぞれのモノマーが水チャンネルとして働いている。水分子はこのチャンネルの細胞を通過する。この水チャンネルが働くことで、水の細胞膜透過性が上がっている。人間の多くの細胞、ある種のバクテリア、さらに植物のような有機生命体にとって、このような水分子を輸送するシステムが不可欠である。大部分の細胞では、 水は細胞膜の脂質を通ることで細胞に出入りする。しかし、いくつかの上皮細胞では水の透過性が高かったため、何か別の機構で水が出入りすることが予想されていた。その後、最初にアクアポリンのアクアポリン1、アキポーリンマイナス1、当初はチップと呼ばれていたが当時ジョンズ・ホップキンス大学にいたアグレによって発見された。 この最初のアクアポリンの発見は1992年のことであった。この画期的な発見と水チャネルの研究により、アグレと共同研究者は2003年のノーベル化学賞を授与された。1999年に他の研究チームと共同でアクアポリン1の3次元構造を詳しく解析する子にも成功した。さらにスーパーコンピュータを用いたシミュレーションにより、 どのようにして最高に水分子だけを通しているのかを解析した。アクアポリンは6個の右向きの膜貫通、アルファーヘリックス構造を含んでおり、N 末端と C 末端は細胞質側の細胞膜表面に突き出している。N 末端側と C 末端側の半分の配列は類似しており、繰り返し配列が存在している。この繰り返し部分は進化の初期段階に、 半分のサイズの遺伝子が重複したものではないかと考える研究者もいる。ヘリックス間には5個のループ構造 AE が存在し、細胞外と細胞内の連絡をしている。ループ B と E は素水性であり、a s n Pro-ALA-NPA モチーフと呼ばれる構造を含んでいる。NPA モチーフは脂質に重層内部で重なっており、 三次元のロート状の構造をしている。この部分が水分子を通過させる。この重なった二つの部分のうち一つは、ペプチドのチャンネル締め付けサイト、シャネルカンストリクションサイトと呼ばれる。もう一つはより狭い形をしており、AR、R 選択フィルター、AR、R セレクティビティフィルターと呼ばれている。アクアポリンは細胞膜内で4両体で構成され、水、 場合によっては、電化を帯びてない小さな物質、グリセロール二酸化炭素、アンモニア、尿素などを通過させる。種類の異なるアクアポリンでは、ペプチド配列が異なっており、それによって、細高のサイズもそれぞれ違っている。細高のサイズによって通過させることができる分子は、限られており、小さな細高では、水分子のような小さな分子のみを通す。しかし電荷を帯びたもの、 電子などは通さないため、膜の電気化学ポテンシャルを保つことができる。コンピュータを用いたシミュレーションにより、水分子は一列にチャンネルを通過することが分かった。水分子は、チャンネルの壁の原子によって作られる電状に順応することで、狭いチャンネルを通過する。水分子はチャンネルに入ると、酸素原子を下方向に向ける。中間部では、配行が逆になり、 酸素原子が上を向く。この最高内の水の回転運動は、二つの NPA モチーフのアスパラギンと、水分子の酸素原子間水素結合によるものである。水分子は一列で、チャネルに下向きに入り、上向きに出る。グラシースメカニズム、グラシースメカニズムによって、逆向きの水分子を遠ざけることで、チャネルの水分子通過速度を上げている。AR、R。 芳香属、アルギニン、アロマティック、アルギニン選択フィルターは、水分子に結合したまま最高に入ろうとする分子を除去する。この働きにより、チャンネルを、水以外の分子が通過できない。AR、R 選択フィルターは、NPA モチーフの両側に存在し、ヘリックスに、H2 と5、H5 の2つのアミノ酸残器とループ E、LE1、 LE2 の2つの残機で構成されている。通常細胞外側の入り口に存在し、NPA モチーフの鉢上にある。また、最高の最も細い部分を形作っている。この構造は、水の水素結合を弱める働きがあるが、水と静電化のアルギニン、プロトンフィルターの役割をするとの相互作用には、影響しない。哺乳類が持つアクアポリンは13種類が知られており、 そのうち6種類は腎臓にある。しかし、もっと多くの種類が存在する可能性が疑われている。最もよく知られているアクアポリンは、下の種類である。水は、脂質に重層、および水チャネルを通ることによって、細胞膜を通過する。アクアポリンの大部分は、水以外の物質を通さない。いくつかのアクアポリンは、アクアグリセロポリン、アクアグリスローポインと呼ばれ、水、 グリセロール、その退屈つかの小さな分子を通す。植物は根から吸い上げた水をかん束を通して全体に運ぶ。この経路は二つ存在することが知られている。それはアポプラスト、アッププラストとシンプラスト、シンプラストと呼ばれる経路である。アクアポリンはシンプラストによる水の輸送を促進していると思われる。植物が塩化水銀。 アクアポリンの阻害物質にさらされた場合、水の輸送量は減るが、イオンの輸送量は減らない。したがって、水の輸送とイオンの輸送はそれぞれ独立していると思われる。植物のアクアポリンは、下の4種類がある。アクアポリンのゲート制御、ザ・ゲイティング・オブ・アキポーンズは、最高の水の流れを止めるために行われる。これは干ばつなどによって、 細胞中の水の量が少なくなった時などに行われると考えられ。アクアポリンのゲート制御はゲートメカニズムとアクアポリンのタンパク質、立体構造が変化して水を通さないようにすることによって行われると考えられる。根では少なくとも2種類のゲート制御が行われている。これらは特定のセリン残器の脱輪酸化及び特定のヒスチジン残器へのプロトン負荷によって 起こると予想されている。アクアポリンのリン酸化は植物の開花と閉花にも関係している。原型質膜に特有のタンパク質が発見され、PIP、プラズマメンブレイントリンジックプロテインと呼ばれている。PIP はペプチド配列の違いで PIP1 と PIP2 に分けられる。PIP1 は PIP により水の輸送能力が低いが、 PIP1 が PIP2 と4両体になると水の輸送量が増加する。明らかにアクアポリンの変異が原因と思われる症例が2つ見つかった。ごく一部の人はアクアポリン1が少ないと思われる。彼らは普段は健康であるが体の水分量が少なくなった時に水を再吸収する能力が低い。アクアポリン1をノックアウトしたマウスも 同様の症状を示した。アクアポリン4に対する自己免疫疾患は、視神経脊髄炎あるいはデビク、SDGs と呼ばれ、急性視神経炎と急性脊髄炎を繰り返す。多発性硬化症のアケイと考えられていたが、近年独立した疾患概念として確立してきている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。